こんにちは、ノックさん。ね、ファイルコインでしょ。まあ、飛びましたね。41万1000入れて、もう入れた瞬間、私はなくなったっていうふうにね、宣言をしたと思いますけども、やっぱりね、こういうふうなね、自分のスキルを上げてとかね、地道な努力を重ねてじゃないものは、やっぱり水物なんですよ、こういうのはね。一瞬うまくいくような感じがしても、一瞬なんですよ。だから一瞬を通り過ぎた2瞬3瞬っていうのはもう参入するべきではないと思いますし、参入したなら泣き言を言ったりとかね、その案件を紹介した人に責任を転嫁するものではなくて、いろんな情報の中で自分が選んだという事実はやっぱり譲らない方がいいと思うんですよね。そしてですね、やっぱりこう何を信じるかっていうのはみんなそれぞれ違うんで、自分が勝手に信じたものに対しては自分で責任を持つということ以外ないのかなと思いますし、やっぱり誰々が言ったからどうこうってものではないと思うんですよね。で、私も当然これ誰かから紹介を受けたわけなんですけども、私がこうやって大々的に放送することによってね、で、私に紹介した人が信頼を失うことはもうそれはしょうがないと思うんですよ。で、私の場合はもう余剰資金でやることとかね、こんなものに依存しないことって、もうね、そのやるなとは言わないけども、やる人にはその力量が必要だよってことを合わせてお伝えしてると思うんですよ。で、ノクさんの言われてるね、参加しない条件ってのはまさにそうなんですけども、そういうふうなね、防御ラインを引かない人が、まあ、投資ですとかね、こうやって水物とかっていうのに興味を持つべきではないですし、その結局甘い汁を吸おうと思えば逆に甘い汁を吸われるようなね、そういうふうな罠が張り巡らされているわけですよね。というのが、何もしないで儲かりますっていうキーワードに多くの方は弱いわけですよ。地道にコツコツ3年間これをやり続けたら儲かるかもしれないよってものに興味持たないんですよ。だから私はね、あえてなんですけども、これはやらない方がいいよと、これはダメだよと、私はまずやってみるけども、だからといってあなた方に やれって勧めてるわけじゃないんだよっていうね、ことはここは繰り返し申し上げないといけないし、もっと言ったらこんなこと言うべき、言わないといけないのかなとも思っちゃうんですよ。でも、一応ね、信頼してくださる方が、久保さんがやるんだったら大丈夫っていうふうに思ってもらっちゃいけないんで、やっぱりやらないといけないかなと思うんですよ。で、私がやってうまくいってると言えるのは、YouTube の放送とか、ビジネスを作って、そのコンテンツビジネスをやるとかね。で、多くの方の、その、集客ですよね。これは私うまくいってると思うんですよ。だからこれを真似してほしい、まずは。だから本当に信頼していただいてるんだったら、ビジネスをやった方がいいです。私はもう地道なコツコツを積み上げて千里の道の一歩からっていう放送でたびたびしてますけども、ここを信用してほしいんですよ。地道に積み上げて3年ぐらいやると、例えば FX でも1年みっちりやると力になるんだよってことなんですけども、1年やらないですよね。 YouTube も量産するとそこで収益を得れる。先月もね、 YouTube の収益はその広告料だけで22万あるわけですよ。22万あったらいいじゃないですか。このペースで動画撮って、もうジャンルバラバラですよ。再生数はそれぞれブレイクするのもあるけども、100前後じゃないですか。で、これはね、この低アクセスは誰にでもいけるレベルだと思うんですよ。で、これで生活費が賄えるんだったら、ずっと YouTube やってればいいのになと思うんですよ。ここをだから一番に信頼するべきだと思うんですよ、私は。私が信じてくれって自分で主張するとしたら、いや、地道にコツコツ積み上げたらそれだけでも十分暮らしは賄えるよっていうのは、これはまあ第一に信じてほしいんだけども、これを引っこ抜いてね、別のあやふやな案件の方を信じてどうなってるんだっていうのはね、どうかなと思います。ちなみに、ラックル888はプロジェクトが変わって進行してます。ただ当初聞いたレイナインって仕組みと組み合わせるやつ、これはね、またね、言ってますね。だから結局ね、私は特定の人からしか話聞かないんですけども、こういう情報はね。で、その上でもうその人にお金を払った感覚で参加するんですけども、でもこうやって私がね、その後の放送するから、だからね、お分かりでしょうね。だから個人批判はしないんですけども、結局こういうもんですよと。情報センスが良さそうなインフルエンサーが進めるものってもうこうですよというふうに判断していただければいいんじゃないかなと思うんですよ。で、私の場合はだから、うまくいってることはずっと続けてます。例えば YouTube とかね、YouTube の放送ってずっと続けてるでしょ。だってこれ一番うまくいくんだもんね。最低でも広告収入がずっと入るわけですから、だからね、こうやって喋ってるだけですからね、何も買わずに何も売らずに喋ってるだけで毎月20万とか入ったらいいんじゃないですかね。だからこれやればいいんじゃないかなと思うんですよ、皆さんね。これをやって、それで合間にいろんなものをね、例えば今日は税務署からね、確定申告のお知らせが来ましたよとか、この
ゴールドのタンブラーメルカリで買ったんだけど、あのステンレスだから熱いねコーヒーを入れといても冷えてるわ。まあ、これはねちょっと昨日のやつなんでもう10時間以上経ってますんで冷えてますけども、あとはこうやってねこの高いお茶だけど4割引きでドラッグストアで買うと遠慮なく飲めるみたいなね、こんなことがあったりとかなんとかですね。だから私はねこのまあなんというかな、まあ世の中に当たり前のように当たり外れがあるってことですかね、まあノクさんありがとうございました動画の方、まあ、こうやってまた動画を送っていただくと私もね励みになります。いってらっしゃい。